木村正信という作曲家は、全音ピアノピースの217番目にですね、ポエムという曲が入っているんですが、その日は、9番をね、弾いてしまったので、このシリーズでは今日初めて登場となります。今日演奏するのは、雪の神のユーカラという曲でありまして、ユーカラというのは、アイヌの交渉の叙事詩のことですよね。ですから、まあ、雪の神の物語というか伝説みたいな意味だと思うんですが。で、このね、タイトルからもわかる通り、これ、アイヌの素材による舞曲というね、連作の第14曲だそうで、で、この舞曲集によって彼はその札幌市の市民芸術祭賞を受賞したのかな。まあ、そんな感じでその札幌、北海道をずっとこう拠点に作曲活動していた人なんですが、育ったのはね、種ヶ島だって言うんですよね。だから随分遠いところに行ったなって感じですけれども。で、ピアニストとしても活躍していたので、この曲も自分で演奏するために書いたってところがあるんでしょうね。
はじめに非常にこう単純なモチーフが提示されて、それが大砲的に組み合わされていくわけなんですね。最大で4世の一拍遅れのカノンになるということで、両手で弾くのは結構大変なところもありましたけれども、それによってこう多層的な響きと、それからなんか瞑想的な、ね、効果が生まれていると。まあそういうような作品でありました。で、現代のピアノ作品に特徴的な技法が2つぐらい使われていたので解説しておこうと思いますけれども、曲の最初と最後ですね、無音で鍵盤を押さえるということをやる。で、これはですね、共鳴という効果を狙っていまして、鍵盤を無音でこう押さえてもですね、音は鳴らないんですが、弦の振動を止めるダンパーっていう装置が外れるので、まあ、他の音がその弦に共鳴していくわけなんですよね。で、特に1オクターブ下とか上とかの音は、振動数が共通しているので、その辺の音を弾くと、その弦に響きだけが残っていると。まあ、そういうような効果を狙っているんですが、最後の1音はね、あれはちょっとさすがになんか聞こえないんじゃないかなというふうに思います。まあ、このピアノは相当共鳴たくさんする方なんですけれども、ちょっと自分にもあんまり聞こえなかったので、ちゃんと録音されているかどうかちょっと不安でありますけれども。で、もう一つはですね、終盤で私がこう手のひらでバンって叩く場面があったんですけれども、あれはクラスターと言いまして、まあ打楽器的な用法でですね、その辺の鍵盤を全部一気に叩くというような感じで、まあ衝撃的な音が出るというね、何も弾けないからなんか感触を起こしたわけじゃないんですけれども、だからクラスターやるときはですね、ちょっと鍵盤が傷つくことがあるので、いつもは指輪を引いたまま演奏してるんですけれども、今日は指輪外して演奏したのはそういうわけでございました。